はい、山形県坂田市のバイク屋、鈴木モーターズです。今日はですね、動画2本目ということで、もう1台ご紹介したいバイクありますので、今日はこちらのバイクのご紹介させていただきたいなというふうに思っております。もう言わなくても書いてますね、ここに。はい。当店でもですね、非常に大人気の車両のハヤブサですね。ハヤブサが入荷いたしました。はい、まずはですね、全体像を見ていきたいと思います。非常にかっこよくないですか、このハヤブサ。白で。いやー、かっこいいですね。さすがハヤブサっていう感じです。ここにもハヤブサがありますけども。ここにもハヤブサがありますね。ハヤブサですね。じゃあ、ゆっくりですね。一周ぐるっとどんな車両なのかを見ていきたいなと思っております。はい、ではですね、外観の方、状態を見ていきたいなというふうに思っております。先にですね、まずお伝えしておきたいのが、こちらの車両なんですけども、まあ、ハヤブサって中古車ってなると、結構やっぱり車両が大きくて260キロもあるので、立ちこけしてる中古車両っていうのがめちゃくちゃ多いんですよ。むしろ一回も立ちこけしてないっていう中古車のハヤブサの方が逆に珍しいくらいで、結構ですね、傷だったりがあるんですけども、こちらの車両もですね、立ちこけと、傷等々がですね、見受けられます。なので、もう先に言っておくと、傷があるので外観の状態はですね、そこまで良くはないです。はい、はっきり言います。はい。で、その分逆に値段の方を下げさせていただきました。なので結構クラスからするとリーズナブルな金額に、今回は設定しております。で、まずはですね、じゃあ一体どういう感じなのかっていうのを見ていきたいと思います。まずはアッパーカール、スクリーンとですね、この辺は非常に綺麗な状態ですね。はい、ヘッドライトレンズも綺麗で、ミラーもですね、こう一部はガレージかなんか出すときにこすったのかな、っていうような感じですけど、まあ、綺麗な方だと思います。アッパーカールとか綺麗ですね。こっちのミラー綺麗です。はい。で、フロント周り、こんな感じですね。ホイールも綺麗ですね。タイヤが減っているのと、あとひび割れが若干見受けられますんで、フロントタイヤは新品にてご納車をさせていただきます。おっとぶつかった。フロントフェンダーはですね、立ち置きすると早速傷つくんですけども、こんな感じでですね、ちょこちょこっと、そんなに目立つわけではないんですけども。本当にちょぼっとあるような感じでございます。はい。で、次はですね、一番目立つ、サイドスタンドで、こっちが、寝ない側っていうのかな、になるので、目立つところなんですけども、立ちこけでですね、ハイブサって必ず立ちこけすると、ここが傷つくんですよ。でも、この辺は非常に綺麗なんですけど、ここがちょっと、ポポってあるような感じですね。ここ。ポポってあるような感じです。ステッカーのところは、綺麗ですね。でここら辺も綺麗な状態であるんですけども、ここがなんかぶつかったのかな、ちょぼっと見えますかね、ここの部分なんですけど、ちょぼっと。なのでこちらはそんなにっていう感じですね。ただ一部ここがですね、どうしても立ち入りすると負担かかっちゃうので割れちゃうんですけども、一部クラックがあります。ただ走行に際しては全く問題ないので、まあ、ここに割れちょっとクラックがあるというような感じですね。はい、これがこっち側のサイドカウルというようになります。はい、じゃあ今度は左側、またがって左側のサイドカウルを見ていきたいなと思っております。こっち側がですね、ちょっと気になる方はそれ気になると思います。こういうところですね、こういうところとか、あとこういうちょっとイボビッチみたいな感じになってるんですね。イボイボビッチについては前回の動画で話してるんですけども、まあイボイボビッチな感じですね。あとはエンジンのこのジェネレーターカバーのところですね、下がちょっとこうガチガチと立ち置きした時についた傷だと思うんですけども、それがついているとっていうような感じでございます。あとはですね、タンクはすごい綺麗です。タンク、バイクってタンクすごい大事ですよね。でもそのタンクはすごい綺麗ですね。あとはこのカバーとかフレームとかも綺麗ですね。テールサイドカバーも綺麗です。これがハヤブサのおちりでございます。おちりです。わー、かっこいい、この角度。これがおちり。これはあれかな、タイヤの、そうですね、タイヤの跡かチェーングリスの跡かですね。これは取れますね。ごめんなさい、ちょっと今下から見上げて気づいた。
ょっと後でピカピカにします。これは取れますからね。であとは、なのでこの車両はもうほぼノーマルですね。チェーンもスプロケもピカピカでございます。でホイールも綺麗で、リアタイヤはですねほぼ新品です。もうこれはほぼ新品のタイヤです。なのでフロントだけ新品に変えてですね、リアタイヤは変えてたんですね、前の時に。で今度じゃあ反対側を見ていきたいと思うんですけども、こっちもですねタンク非常に綺麗でございます。パールホワイトですね。でこっちがテールサイドカバーで、マフラーここにちょっと傷があるけども、そんなにこう大きな傷とかはないですね。サビとかもないですね。これはリアの足回りですね。はい、なのでそういう感じですかね、外観のご紹介としては。あとここがちょっとガチガチって立ち上げした時なのかなっていうような感じですね。こっちもそんなに目立たないですね。はい、っていうような感じでございます。はい、でこれがハンドル周りでございます。 ETC も別体型ついてて、アンテナがここにインジケーターがここにありますね。目立たないようになっております。はやぶさのメーター超かっこいいですね。はい、ではメーターをつけてみたいと思います。超かっこいいですよ、もうこれ4連メーターブイーンってですね。はい、で鈴木車の場合はクラッチを握らないとすれが回らないようになっております。ではエンジンをかけてみたいと思います。はい、それではエンジンをかけました。迫力ありますね、やっぱり 1300cc ですからね。いやすごい音でしたね。迫力がすごかったです。で、じゃあ実際ですねプライスカードの方も見ていきたいと思っております。まあすごいですねって言ったら河合さんが反応してくれました。スズキの中古車 GSX1300R ハヤブサ、これがですねハヤブサの正式名称になります。よくいろんな言われ方はするんですけども、GSX-R ではないんですよ。GSX-1300R はやぶさでございます。で、排気量が正確には 1339cc ですね。で、大型免許でございます。で、車両金額が、これですね。80万円に消費税でございます。大体ですね、この2008年からこのニューハヤブサ、今の現行じゃないか、もう生産終了になりましたね。この方のハヤブサになったんですけども、まあ、このクラスでですね、状態のいい中古車、いい感じのを見つけるってなったら、やっぱり乗り出しで110から120はですね、本当に状態いいのを見つけるってなったら必要なんですけども、相場としてはそのくらいなんですが、非常にですね、まあ、外装の傷もあって、値段もぐっと下げさせていただきました。80万に消費税でございます。で年式が2013年式でございます。でメーター表示給が 22,813 キロ、はやぶさの中古としては全然ですね、 22,000 キロ全然大丈夫です。はやぶさのエンジンかなり丈夫ですからね。はい、で、納車整備をさせていただいたら当店の中古車保証はありと。で車検が今切れてるんで2年取得後ご納車でございます。登録代行費は15,000円、納車整備費用が40,000円、自賠責保険が11,780円、これ税抜きってなってますけども、ごめんなさいシステム上出るだけでこれは非課税なので11,780円のままでございます。まあ参考の売出資格としては872,280円に消費税というような形でございます。県外の方はですね、ここからいろいろ県外登録費用とかいろいろかかりますのでご相談いただければなと思っております。はい、じゃあ読んでいきます。 The Ultimate、これごめんなさい英語間違ってますね。The Ultimate Sports、究極のスポーツバイクをコンセプトに誕生、 1340cc の直列4気筒エンジンがですね生み出す圧倒的なパワー、そんなハヤブサは一言で言うとかっこいい、かっこいいですねを詰め込んだスズキの傑作です。ライダーが求めるスピードと機能性を盛り込んでおり、
国内外から高い評価を受けていますということですね。ハヤブサ大人気ですね。なんかもう鈴木のハヤブサっていうよりはもう今ハヤブサっていうなんかもうメーカーがあるんじゃないかっていうくらいのですね人気ぶりで、ハヤブサ祭りとかハヤブサフェスタ、ハヤブサミーティングが行われていますね。はい、そんな感じで当店にも中古車両ですね、ハヤブサが入荷していましたのでご紹介でした。はい、じゃあそんな感じですね、ハヤブサのご紹介させていただきました。非常に大人気のモデルですね。当店でも今までも何台もですね販売させていただいたんですけども、非常にですねおすすめの1台となっております。でこちらの車両はウェビックバイク選びとヤフオクと BBB っていうですね3つのサイトに掲載しております。でウェビックバイク選びは画像40枚までですね、すごいですよね、40枚まで投稿できますんで、そこからですねまた詳細とかも見ていただければなと思いますし、ウェビックバイク選びからですねご制約いただきますと、お客様に車両金額の 1% 分がですねポイントとして付与されますので、こうやったら結構貯まりますので8600円くらいですねウェビックポイント入りますので、そういうのをご活用いただければなというふうに思っております。じゃあそんな感じですね、ハヤブサのご紹介でした。